間になりましたので、そろそろ始めたいと思います。いつもですと企画担当、この子どもたちの国語論、この企画を担当している吉岡という人間が、司会をして皆さん紹介するんですけど、今日ちょっとこの不景気でどうしても仕事に向けなきゃいけないって、一回こちら来てから仕事行ってもう一回来るってことなんで、いつもと違ってちょっと僕が紹介して、そして始めたいと思います。とりあえず木村光弘さんは一睡会の遅れてきますんで、一応9時ぐらいの目安にこちらへ、9時ぐらいと言ってましたね。はい、で今最初4名でやってるんで、1名もらっていただいてない方がいるんですけど、タピオ上にパーティーを、もう言うことないもん。いや、やっぱ言ってくれないと昨日電話で話した通り、お願いしたら、もう全然いいじゃないですか。すいません、ちょうど今こちら来てもらった、丸川さんからご紹介をいたしたいと思います。対向車中央本部長のいらっしゃる丸川仁さんです。丸川さん、丸川です。よろしくお願いします。それとお隣が、大日本愛国党総隊長をしてらっしゃって、いつも、この男たちの国防論を支えてくださっている田中隆さんです。本年もよろしくお願いします。それで私の隣にいらっしゃるのが、本日のメインゲストですね、元海上自衛隊3佐、所属が、情報本部ですかね。それで、元防大35期で国際関係論を専攻されてた高木道則さんです。ありがとうございます。それは自分は一応これを主催している当事者セキュリティという団体の一応やってるハリアンです。ではちょっと始めたいと思うんですけど、軍とクーデター226事件を考える、ちょっとね、題名がすごいんですけどね、自分でつけてて、なんかすごい題名つけてしまったなと思ったんですけど、結局、軍とクーデター、その226事件を考えると、226事件というふうにわざと書いてるのは、今、一般的に226事件と言われるんで書いてまして、先ほども田中さんとちょっと話してて、僕はね、やはりやっぱり、でちょっと言ってください。僕もなんですけどね、226決起証拠、決起の日みたいに僕は持ってるんで、226青年証拠決起の日っていう考え方をしてるんで、事件じゃなくて、あれは事件ではないですからね。ある意味、いろんなその戦時的なもので何々事件っていうことを言ってますけど、やっぱり決起した側に僕は、その心情を汲みたいんで、その西見旗がなくて国賊的な扱いをされたということがあろうがないよしようが、僕はその心情を汲みたいと思ってるんで、一応226決起証拠、226事件の青年証を決起した人を捉えてます。それで非常に思い込みが僕は強いものですので、また僕ら民族側と呼ばれる陣営の方は本当に226事件に対する思い込みは強いと思うんです。そういう中で今回高木さんに来てもらうのに、ちょうど2月25日で、軍とクーデター、今の自衛隊とはどんなものか、同じね、彼ら青年将校たちが行った士官学校を出て青年将校になってまして、大概の方が。同じように高木さんの場合は、今でいう日本の士官学校である防衛大学に出て、そして任官して、将校として、同じ、ね、医官クラスから始まってるわけですから、その辺の違いっていうのをちょっと。